銀の星の紋章銀の星、または、ええ、ラテン語、アラザンティウムアストラム、ギリシア語、シグマタウロニューローガンマニュー、アストロンアルゴン、いずれも文字通りの意味は、銀の星、または、ラテン語、アーケーナムアーキノラム。すなわち、日中の日、または、ヘブライ語、アリックワンピンすなわち、巨大な顔、英語。 エンジェルアビスすなわち、天使と深淵、あるいはケテルは、アレースター・クローリーが、黄金の夜明け団離脱後の1907年に、創設した魔術結社である。AA は、セレマ的魔術団体であり、その目的は、光と知識の探求である。クローリーの強い影響下にあって、団の聖典は、法の書となっている。AA のモットーは、科学の方法。 宗教の目的である。AA は、東方聖堂騎士団の一部ではないが、音は AA を親密な名友とみなしていた。21世紀の今日においても AA の霊党は、いくつかの系統に分かれて存続しており、それらは創設者であるクローリーとジョージ・セシル・ジョーンズに、起源を求めることができる。秘密のベールに包まれているために、 いずれの系統についても元の結社の真の光栄であると断定するのは困難である。基本的には、AA は一つ上の以下の先輩が一つ下の後輩の指導を受け持つという連鎖的な教育体制をとっており、会員は自分の直接の指導者と自分が直接指導する相手しか知らないという点でユニークである。定期的な集団儀式はなく、 会員は必要に応じて、団の上位会社の助言を求めることができるが、独力で研鑽を積むことが期待される。このようにしてこの体制の創設者は、先行団体である黄金の夜明け団の崩壊をもたらしたとされる多くの政治的問題を回避しようとした。AAA は、この啓発に焦点を絞った、霊的団体であり、死から弟子への悲劇伝授の連環を保持し、 自身が達成した成果のすべてを皇族の弟子たちに注ぎ込むことに重きを置いている。AA は11位階からなり、一つの予備段階と三つの段に分かれており、うち二つは黄金の夜明け段に由来している。ただし、黄金の夜明け段のそれにわずかの変更が加えられている。結果として AA という名称は第三段に特定した故障として使われることもある。 理論上、第3弾のダニンは、自身の理解を反映した第1弾と、第2弾の競技の自分独自のバリエーションを、作成することができる。ザラ・ウェリン・エンサイクロペディア・ハット・タッチ・ハット・ THELEMA.ORG ハット・クローリー、セファ・セファロス、ナンバー2の項を参照。クローリーの著作中には、AA が何の略であるかについての記載はない。コリン・ウィルソン。 ネイチャー・オブ・ザ・ビーストページ88ジェームズ・ワッサーマンプラクティス・オブ・ザ・マギアル・ダイアリーページ19イクイノックスボリューム3ナンバーアイピコグラム198ワンスター・イン・サイト日本では慣習的にジェレーターと表記されるイプシ・シマスラテン語の脅威代名詞イプサを互換とする形容詞最上級の男性単数四角形まさしく他ならぬ そのもののい、ありがとうございます。